アリス役を演じました山はですねそのシーズン1でこう突如今の国という、まあ、その今の国という名前すらもよくわからない世界に急にこう来てしまって得体の知れないゲームをやらされて大切な仲間を失って。 んですけどそこから、まあ、また新たな仲間と出会ってその生きる意味だったりこの世界が何なのかっていうのをずっと答えを求めて今回もシーズン2ではこ,うこの世界の謎と大切な仲間を失ってるからこそこれ以上は犠牲を出したくないなと。 成長した優しい心も持った男になったアリスでございます、えー、うさぎことうさぎゆずはを演じております、えー、抜群のサバイバル能力によって、えー、あえて一人で生き抜い,たあ生き抜いているあのパワフルなキャラクターなんですけれどもアリスたちとの,あの出会いによってさまざまな感情を知って、えー、シーズン2は とにかく葛藤して成長していきます。はい。次どうぞお願いありよろしくお願いいたします。シーズンワンに引き続きダイヤ心理戦を得意としどんな時でも冷静にゲームをクリアしていく暗役を演じさせていただきました三好彩やです。なんかあのね十五秒程度って書いてあるんでちょっとあのサクッといきたいと思います。次どうぞ。はいご協力ありがとうございます。ねなんかあのもう。 けんとくんはなんか1分ぐらい話されてたんで、やっぱあとはサクサクっとでいいかなって思って。えっとシーズン1ではすごく。あの物語の中で、まあみんなみんなのチームワークみたいなものをひっかき回して邪魔ばっかりする。えっとニラギを演じました、えー。桜田通りです。えっとシーズン2でニラギがまたね。チームワークみたいなものを見せれるのかなと思いきや。えっと。やはりまた物語をひっかき回して。 みんなの邪魔をしてでもそれはにらぎない、ね、考えがあったりするってい,いろんな過去も抱えているキャラクターを演じさせていただきました。よろししくお願いします えっとクイナ光役を演じさせていただきました朝日奈と申します。えっ、ー、とクイナはですね、えっ、ー、と空手をベースにしていて、えっ、ー、と肉弾戦が得意なキャラクターなんですけれども、えっ、ー、ととにかくシーズン1から引き続きおかんに会いたいっていうその気持ちをすごく大事にし、シーズン2でもえっ、ー、とすごくアクションとかしっかりやらせていただいております。はい、ぜひそのあたりを注目していただけると嬉しいなと思います。 平野茜役を演じました常松由里です私はシーズン2から登場する新キャラクターでして義足と弓矢を武器に戦っていく強い強い女子高生の役どころですよろしくお願いしますシーズン2からの参加になりますエヴァンダを演じました磯村ハヤです、えー、謎が多いので、えー、と以上です はい、えー、本日はご来場いただきありがとうございます。えー、アグニャクをやらせていただきました小柳翔です。あ、えー、のボーの黒いタンクトップの人と覚えていただければ大丈夫だと思います。よろしくお願いします。はい、えー、っとカノーミラ役を演じた中里沙です、えー。私もちょっと謎大きいキャラクターであまりいろいろ言えない最後のねゲームーだと思うので <laughs> あまり言えないんですけどもミラです。よろしくお願いします。 はい、はい、ありがとうございますでは、えー、続いて主演のお二人と監督に聞きたいと思うんですけれども昨日ついにシーズン2の配信がスタートとなったわけですが今のお気持ちまずは山崎さんどうですかいや本当にやっと配信になったんだなとすごく嬉しく思ってますあの撮影はもう1年前なのでやっぱこうやっぱそれだけ 時間をかけてこ作り上げたシーズン2が、ね、あのシーズン1もすごい反響を頂い,いて今回、どのように広がっていくのかっていうのがすすすごくワクワクしてまははい土屋さんはそうですねあの実は昨日こう仕事の,あの都合であのこう東京に帰ってきたんですけどあの新幹線その時6時ぐらいだったのかなで5時から配信で,で斜め前の方が。 あのシ,ーズンあシーズン2のもうババババーンって最初の方からあの流れているのが多分、イヤホンじゃなくて出ちゃったんでしょうね、音が <laughs> なんか純粋聞こえろと思ってふって見たらアリスを見てらしてなんかもうすごく嬉しくて感想いかがですかって聞きたたくなりました <laughs> すごい早速、もう配信と同時にご覧になっている方が見かけたということですそして監督はいかがですか。 はい、えー、そうですねあのあ監督をしました、佐藤です、えー、とやっぱり撮影も長かったですしでもう灼熱の頃からもう極寒の頃まで、えー、四季折々を別たどってるわけじゃないんですけどずっと夏の話なんでなんですけども本当過酷な中で皆さんと一緒に戦ってきた作品でしたしもうそれから実は1年ぐらい経ってるんですけどもあの,さあの撮影後もずっと仕上げに従事しておりました。 なのでもうちょっとあの配信が近づくにつれてちょっと僕もドキドキし始めてでやっぱりね配信ってこうある時間でパッと始まるんでなんかちょっと不思議な気持ちになりながらその時を迎えたんですけどあの一斉にやっと始まったみたいな声がこう上がってたのをネット上で見てちょっと僕もあの熱くなりましたね。本当に 一人部屋で暑くなってましたはいはい、はいはい、ありがとうございますでは次の質問参りましょう、えー、こちら山崎さん桜田さん磯村さんそして中さんに聞く質問です、えー、今の国のアリストランプのマークそれぞれに特徴があって、えー、知性も体力も求められるゲームがたくさんあるわけですけれども、えー、特に知力や心理戦が得意なキャラクターを演じた皆様にまあ聞くわけですけれども演技でま苦心された点苦労した点は山崎さんどうでしょう そうですねあの、まあ、考えている時の、まあ、目だったりそのパッとこう自分の中でこれだっていう道が見えた時のこうエネルギーみたいなものは大切にやりましたね、そのアリスがこうそのゲームが得意なゲームがもともと好きでこの実際の命を懸けたゲームにすげえ長くなりそう。どうしよう <laughs> あの <laughs> ゲームそうそう,そう,そう30秒だから今回らそのゲー,ムゲームをやってたとするじゃないですかテレビのゲームその時にもあこれでクリアできるってなった時のその爆発力みたいなのをまあ結構その1人で出さないといけない瞬間とかが多くてそれはなんか結構ちゃんとエネルギーを持ってバッて出そうと思ってやったりしてましたね。はい 桜田さんはどうですかと僕が演じたニラギが結構もともとは ダイイヤの知能タイプですね確か頭を使ってゲームをあのやっていくのが得意なキャラクターではあるんですけどまあシーズン1をご覧の方は分かるかもしれないんですけど結構その最終的に体の状態がすごい満身上位な状態になっていてあのすごくその歩くだけでも辛いはずなんですけどシーズン2で僕ラギがえっと演じてたシーンが基本的に運動量が多いシーンばかりで本当は多分本当にあの走れない歩くのも辛いんじゃないかっていうぐらいの体の状態で。 であのやるっていうそのなかなかその,その中でもそのチームワークみたいなものを考えて、まあ、知力だったりにらぎなりの考えを持ってそこにはいたんですけど結構その体は辛い状態なのに運動量が多いシーンを演じていくっていうところのだからリアリティだったりその考え方みたいなものは少し苦労したかなと思いました。うん、磯村さんんはそうですねあの、えー、となんか こう誰がこの今やってるゲーム,のうーんとゲームを崩すのか崩している本人は誰なのかっていうのは全員登場人物にあると思うんでなんかそのフラグの立て方というか自分かもしれないし自分じゃないかもしれないっていうなんかそのフラグの匂わせみたいなのをどっか入れたいなとか思いながら演じてましたね。はい、中さんはどううででしょう、はい、苦労すすよね、はい、とりあえずセリフが長すぎて <laughs> もうそれだけでも私はいっぱいいっぱいもう,あのもう無理なんですよね覚えるってことが基本的にだからもう本当に一言もう30秒なんであのでセリフが多くて大変でした、まあ、普通の回答ですけども本当にそれが一番大変でした、はい、監督からご覧になっていかどうだったんですかいやあのねそのねそ 追い詰められてるって話聞いてたんでいや申し訳ないなと思いつつ <laughs> でもね、神がかってましたんでその技,技っていうかなその空気見てもらえたらなと思いますほんと髪がかってましたはいぜひ、えー、そして本作は手に,握る手に痩せ握るですねダイナミックなアクションシーンも話題ということなんですけれども、えー、特にね、まあ、ちょっとネタバラシしない程度に言うと7話、渋谷で銃撃戦。 アクションに参加さされた皆さんクランクイン数か月前からトレーニングがスタートしたというふうに伺っていますけれどもどんなトレーニングを積んで撮影に臨んだのか苦労話もあれば聞いてみたいと思いますが土屋さんいいかかがですか、はい、そうですすはそうね30秒で頑張ります。 えとまずはそのうさぎらしいアクションというものをあの探すのが本当に大変でしたこうすごく身体能力は高いんだけれどこう暴力とかそういう喧嘩っというそのベクトリではないのであの喧嘩をしていないうさぎがどういうふうにあの戦うのかを考えた時にやっぱかっこよくは動かないしでも体が動くからやっぱ受けのアクションがすごく多くなってくるんですね。で受けて アクションではすごく大切でその攻めの方のかっこよさというものを変化させていく役割もあるのでもう本当にアクション部の方々本当すごいなと痛感しながら撮影しておりましたはい、はい、あのお時間は目安ですので大丈夫でございまあ大丈夫すあまり気にしなくてありがとうございますでも本当に素晴らしいアクションシーンを演じておりますので楽しみにしていただければと思います。三好さんははどうですか、はい すいません。なんか私がね時間のことに触れたばかりに、なんかみんなを焦らせてしまうっていう。なんか本当 <laughs> 申し訳ありません。したあと25秒ぐらいあ。25秒でそうですね。いや、あの私はあの案という役で、今回あの銃を扱うことが多かったんですけれども、あの今回は特にまあかなり。あの戦うこう敵に対してこう。明確な位置にこう。当てていくっていうので初めて。 十数メートルぐらい先の、こうあの鉄の的に、こうちゃんと狙いを定めて、こう。当てて、連続で当てて倒していくっていうトレーニングを。あの、ガンアクションの方に実際に教えていただいて。はい、結構リアルなトレーニングさせていただいて、すごく勉強になりました。はい、その成果が出ております。ぜひご覧いただければと思います。朝日奈さんはどうですか。そうですね。私はその空手がベースにあったので、こう空。 体をにまませるまでがやっっぱりこう大変だったかなと思いますねあともう一つはそのみんなでこう、ね、ちょっと大人数で戦うシーンっていうのがあるんですけどその時にえとドアミラーを蹴るっていうシーンがあるんですがそのシーンがまあなかなかうまくいかなくて15回ぐらいですか20回ぐらいですか <laughs> 抵抗を重ねさせていただいたというのがまあ一つ、はい、大変だったかなと思いました。 あのシーン CG じゃはい、はい、常松さんさ、はいえっと、私はそのある理由で義足になってしまって義足ともともとやっていたアーチェリーで戦うという役だったんですけども、あのー、アーチェリーもそうですし義足でアクションするっていうのがかなり大変で。 アクション部の方々もそういうのを初めて作るっておっしゃっていてなので義足をつけた状態だとどの動きができないのか逆にどの動きができるのかってところから始めていってで最終的にはそのアーチェリーの弓矢ってすごい重いんですよ。なのでそのアクションの時に持つ時用の軽いのを作ってもらったりとか当たっても危なくない義足を作ってもらったりとかそのアクション部だけじゃなくて美術部の方とか。 もういろんな部署の方々で相談し合って初めての義足プラス弓矢のアクションをみんなで作っていったかなって感じでしたぜひその苦労の成果を楽しんでいただければと思います、はい、そして青柳さんは。はいえー、僕が一番苦労したのはそのつなぎの誘惑ですかね。 そのなんか昼食が入るんですけどやっぱそのつなぎがやっぱ皆さんすごい優しいから寒い時期だったんですねあったかいものとかなんかいろんなものを用意してくださったのでその誘惑に勝つのがやっぱり一番苦労したかなと思ってます,すそのアクションの途中ねそのアクションが始まってやっぱさお腹がいっぱいになるとさなんかちょっと若干集中力が低下しちゃうかなとか考えちゃうじゃないですか <laughs> でも目の前になんか美味しいものがあったらああなんだこれはみたいな <laughs>、はい ああ、うん、いや、勘弁してくれみたいな。うんいそうですよ。うん、ありがたいんだけど、勘弁してくれと思いながら食ってましたね。なるほど。はい、一番食べちゃったの何ですか。はい、一番食べちゃったの何ですか。何かな、う、嬉しかったのは豚汁とかですかね。はい。 ただのシーンからあたまりました、はい、ありがとうございます <laughs> そして佐藤監督アクションシーンでこだわった部分はどんなとこででしょうそうそすね、あのー、シーズン1に比べてあの知能戦はより知能戦にからあの肉体性はより肉体性に振っていくっていうのがちょっとテーマだったんでアクション度をちょっと増してるっていうのがちょっと今回ポイントなんですけどもそれで今語っていただいたおのののキャラクターのに基づいたアクションみたいな。 ここれにすごいこだわってやっててやましたでそれがどんどんこう、まあ、言いませんけどこうなんか混然一体になっていくみたいな結構そこいい感じなんでちょっと見ていただければと思いますはい、本当緊迫した場面が続きますよね、えー、さあそして皆さんに聞いていきましょう今の国を生きていくもう生き抜く登場人物たちを演じましてですねそれぞれのキャラクターの持つ強みは何だと思うかそして自分に共通する部分はあるのかどうかという質問です山崎さん。 アリスはやもともとゲーマーというかゲーム好きなんでその実際の精神のをかけた今の国でのゲームもそのゲームとして置き換えて自分の中で考えるっていうのが根本にあると思うので、まあ、なんかそういうもしそのゲームを作った人の視点になったらとか。 その敵の視点になったらとかそういうのを考えるのはまあアリスならではなのかなと思ったりしますしまあその大切な仲間を失ってしまったりまた新たな大切な存在が近くにいるっていうそれを守りたいっていう部分も強みなのかなと思いますご自分と似てる部分はあの、はい、似てます <laughs> <laughs> どの辺りが <laughs> 大切な人を守りたいなとは思いますね。はい、<laughs> はい。素晴らしい答えでございます。はい、土屋さん。そうですね。シーズン1からシーズン2まで結構あのー、変化して変わっていってるんですけども、シーズン2のウサギで言うとあの自分の弱さに向き合うことができたというところかなと思います。なんか自分の弱さに向き合うことってすごくあの覚悟がいるということなので。 でもその弱さに向き合えるのってその新しい強さへのスタートだと思うんですよねなのでその状況は今の私の状況に共通する点かなというふうに思いますはい、三好さんはい、えー、アンの役はまあかなりその頭脳戦に長けている役で、えー、かなりこうゲームを進むにつれていつもこう冷静に判断しながらこう無駄がない 役柄かなっていうふうに思うんですけれどもシーズン1に比べてシーズン2はよりもう少しこうアンの人間らしさというかあこういう感情もあったんだとかこういう部分人間らしいなっていう部分がこう見えてくるあのキャラクターになってると思うので、まあ、よりシーズン1よりもかなりキャラクターの個性が増したんじゃないかなと。 思っております自分に共通するところどこですかね何だろうなんかみんいっぱいみんないても一歩引いているところですかねあんまりこうグイグイ没入したりとか行き過ぎたりあんまり普段しないのでなるべくこう冷静に物事を判断するようにしているところは共通しているかなと思います。<laughs> 今日,今日この後のグイグイ行くコーナーがあるので、よろしくお願いします。ああちょっと、行けるかな。<laughs> はい。<laughs> 桜田さん。<laughs> はい。あの、僕が演じるニラギは、やっぱ、その。とても、その、いい。 とは言えなないいようなあの感情を持っていてあのでもそれはニラギなりの過去だったり過去の苦しみだったりその怒りみたいなものやるせなさみたいなものを持っている状態だからこそその世界に存在できていると思っていてやっぱそのなんだろうどっちつかずな軽い気持ちで過ごしているよりはうーんマイナスだったり負の感情だったとしてもそれを強く持って俺は何が何でも生き残ってやろう。 っていう,ふうに思える、まあ、そののニラギまあ僕から見てもす全てが正しいとは思えないけどその「ニラギだからこそそのエネルギーがすごい強力なものになってなんか生きていけるっていう今の国で生きていけるのはやっぱり「にらぎの」の、うん、一個の強さかなと思っていて、まあ、自分の,その共通する点は、まあ、そこまでその。 悪の感情を持っているわけけではないけどただその僕も何かやったりとか行動を起こしたいなだったりとかする時の感情っていうのはなんか幸せだから頑張ろうっていうよりも。 なんかすごくムカつくことがあったとか怒りが原動力になることがやっぱ多いなと思っているのでそういう意味では、かその,のその自分の苦しみだったり自分が虐げられてきたものに対して俺はもっとやるんだっていうなんかそのモチベーションの持ち方みたいなものは少しだけ似ていいるのかなとは思いました、うん、じゃあ続いては朝比奈さん。はい えとそうですねクイナの強みは軸がぶれないところかなと思いますシーズン1もシーズン2もそうなんですがやっぱりお母さんに会いたいっていう気持ちは、えー、と1ミリもずれていませんしその軸が強いところっていうのが強みかなと思います。たただそのシーーズンにになってからはそのチームのために こうチームの一員として頑張っていこうっていうことがシーズン1の時はなかったんですよねどちらかというと2つのチームを俯瞰で見たりこう第三者としてこうどちらにもつかないみたいな立ち位置をこう演じさせていただくことが多かったんですけど今回はチームの一員として活動するそれもこう仲間のためにこう 自分が稼働するっていうことはなかったのでなんかそういう点がすごくこうクイナの強みになっていったんじゃないかなと思います。であとこう共通する点は、えー、とやっぱりお母さんが好きとかこうあのお父さんが好きとかやっぱり両親をすごく大事に思っている気持ちっていうのはクイナとすごく共通する部分があるんじゃないかなと思います。はい、はい、常松さん、はい 平野の強みはですねもう後悔しないために未来に向かかってて生きてるとところが強みなのかなの思いますもちろん平野は最初はそういうタイプではなかったんですけどあるゲームをクリアすることでこんなに頑張ったしここまで来たんだからもう過去のことは忘れて未来のために生きようってそう心に決めたところがすごい強いところだなって思いました。で自分とと似ているところは 私の高校生とか学生時代の時の心への向き合い方が似てるかなと思ってその強いなんていうんですかね悲しいこととか嫌なことがあった時にそれを表に出すっていうよりは隠して強さで隠すところが平野と昔の私が似てたところかなって思います。はい磯村さんはそうですねあの人を近寄らせない オーラですかね <laughs> ですすかかねねちょっと本当に申し訳ないですねあんまり言えることがなくてですねあとそうですねまあ共通する点も多分あったら僕俳優やれてないと思うんで。<laughs> ま本当にそんな人物なんで、本当ちょっと見てのお楽しみというとことでお願いします。<laughs> ぜひ楽しみに見ていただければ <laughs>、はい、と思います。すまありがとうございます。謎めいてますね、青柳さん。はい、えー、強みというかまあ、テーマに直結するので、あまりあのご利用しはしたくないんですけど、今いらっしゃるキャラクターの中では一番弱い人間なんだなと僕は思ってます。これは前作品見てあのシーズン2見ていただければ多分その本当の意味を理解していただけるかなと思ってます。小地氏。 共通する点は秘密です。監督は知ってます。秘密、金子さんも知ってます。秘密です。監督教えてください。あの、言うなって言われてるんで、ちょっと。<laughs> <laughs> <laughs> 口が固かったですね。中さん。はい。えっと、まあ。キャラクター。ミラーの。キャラクターは強み。あの、あれですかね。本当、かみどころがないっていうか、もう、あの。 深掘りしても本当のことを言ってくれてるんだろうかっていう今でも私はちょっと謎なそのキャラクターについてすごく謎がすごく深いミラだなと思ってるんですけど共通する部分はまあもうまあしゃべる <laughs> もうしゃべりすぎっていうもう静かにしようよっていうぐらいしゃべるですかねはい。 大丈夫ですか？もうちょっと喋んなくて。いや大丈夫です。30秒なんで。であわかりました。ありがとうございます。はい、ご協力。さあということで、ちょっとキャラクターが見えてきたでしょうか。では続いて監督は先日行われましたドバイ国際映画祭で、はい、あの本作の予告がね、はいえー、紹介されまして監督がパネルに招待されたんですけれども、海外の反応、まあ直接感じてきていかがでしたか。あ、そうですね。あのちょっと先月ドバイに行くことがあって、その時にあの文化庁の方からえっ、ー、とちょっとお誘いを受けてです。あのまだ新しい形の映画祭なんですけど参加させていただ。 本当はあのシーズン1のねエピソード1とか流せればよかったんですけどちょっと時間の向こうもすごいそれやりたいっていうこともあったんですけどえ時,間的な制限も時間的にちょっと短すぎてできなくてあの予告編だけ流させてもらったんですけどもなんかあのすごい湧いてですねえともう声を上げてみんな拍手していただいてでえ結構パネルディスカッションとかもあったんですけどやっぱりファンの方っていうのがもうすでにいらっしゃって、あ。のー 聞きに来てくださってで、えー、とあのドバイの方々でもやっぱ「前のを見てあのすごい楽しみにしてる」っていう声ですごいあの声かけてくださいましたであのそこでちょっとカイロの監督とすごい親くしくなったんですけどそのカイロの監督があのその後カイロに帰った時あの友達から「あのあ監督の会ったんだよ」っていう話をしたらもう見たいみたいな。 あの周りの友達がすごい沸いてるんだということをあの教えていただきまして回路でもあの見られてるんだなっていうことが本当にう嬉しくて、はい、いろんなところで見られてるなというあの実感を持ちました、はい、今日ねライブ配信されてますからそういった地域でもご覧になってる方がたくさんいるかもしれませんね、はいはい、ありがとうございます、えー、そして、えー、ですねあのシーズン2ではレベルアップしたゲームね。 数々が登場するわけですけれどもシーズン1、2、まあ、問わずで自分が得意だなと思う参加したいゲーム逆にこれは参加したくないなというゲーム山崎さん、どれでしょう。得意ですよね。シーズン1はで、まあ、でもちょっと頭脳戦戦怖いんでちょっと体力の はい、ゲームでなんとか頑張りたいなと体を動かすの好きなので頑張りたいなと思いますねこれあんま言えないですもんねどのゲームとかってシーズン2に関しては言ってもいいのか <laughs> いいんですね監督がよければまあなんかはいあの最後のクロッケーとかは もうクリアできそうですね。<laughs> そうですね。ご,ご覧なないただくクロッケは本当俺クリアできそう。お上手でした国。<あ>そうなんですよ。あの、うん、ね実際撮影現場でやらしてもらってクロッケの先生にあのセンスあるよって言われたんで。おお、うん。クロッケだったらクリアできそうです。<ー> <laughs> どういったゲームなのかぜひ楽しみに見ていただければと思いますね。はい、土屋さんはどうですか。そうですね。あの心理戦は。 あのちょっと遠慮させていただきたいですね、あのやっぱあの頭がフリーズし気味なので、ただでさえ今、なんとか頑張ってこう動かしているので、あのできたらゲームの、そういうゲームには参加しない形で進みたいなというふうに思います。あああとととはあのそうねえっと、まあ、できるとしたら まっすぐ走るということだけのゲームに参加できたらなというふうに1 0 0ル走ってやつですか <laughs> はい <laughs>、はいはい、そういうことでございますあ、まあ、でもゲームがない世界を目指して、はいはい、私はは参加ししまますす、はい,頑張っていましたさんそうですね今回全体を見てもあまり私が得意そうだなって思うゲームはありませんでしたであのシーズン2でなんかちょっとあの本当細かく言えないんですけどなんかあの えいみたいな <laughs> えいみたいなやるるゲームがあるんですよ <laughs> それがもうあの実際の撮影の場所でもちょっと場所が怖すぎてあの本当にあのなんか見ていただいたら分かると思うんですけどこうなんか投げながら避けながら落ちたら死ぬぜみたいな感じのゲームでもうあんなゲームは二度とやりたくないなって思いました <laughs>。 本当に高さを感じるような感じだったんですね。はいはい、はい、桜田さんはどうですか？僕はあのシーズン1のランナウェイっていうゲームがあるんですけど。 あの、まあ、そのバスからスタートして、トンネルの中で、トンネルを抜けるために、みんなで走って頑張ったら、実はっていう、まあ、どんでん返しがあるゲームなんですけど。僕割と、なんか、そういう状況を把握するのが好きだったりするので。僕は、あのゲームだったら、もう最初からずっとバスにいて、絶対動かないと思うので。もう、それで、なんとかやり過ごしたいですね。ねもう見つけちゃう。早めに。そ,そこに、あの、旧役の山下さんがいたら、もう、ずっとおしゃべりしてたいぐらいもう。<laughs> なんで。もう、ずっといてほしい。もう。<laughs> 今日ちょっとさあのやっぱキューマのさ入れとこう。感とかさちょっとぜひみんなも後で話してほしいなと思うぐらい素晴らしいんですけどで僕はもう参加したくないのはあの僕がシーズン2で最初に参加するゲームですね、まあ、あの予告にもあるんですけど「まあ、スーとり」というゲームなんですけど僕はあんまりその走ったりするのが好きではないのであれはちょっと体力が辛そうなので、はい、ご遠慮したいなと思っております。撮影お疲れ様でございます、はい、朝日菜さんは そうですね。私が参加したいゲームは、あのチェックメイト。あの、走るから、それこそまっすぐ走るっていうゲームがあったら、それがいいんだけど、えっ、ー、と、このシーズンワンツーの中で考えるとしたら、チェックメイトがいいかなとは思います。もともと陸上をやっていたっていうこともあったので、まあ、走ることには自信があるので、チェックメイトに参加したいなと思います。で、参加したくないゲームは。 あのシーズン1のかくれんぼあのゲームにはちょっと絶対参加したくないなと思いますねなんかこう自分の仲間と一緒に参加してでちょっとこう結果を言うとどうなのかなっていう感じですけどはいなんかこうやっぱり自分の大切な人っていうのは失いたくないなと思うので、うん、やっぱりかくれんぼはすごく参加したくないなと思いますね。はい えー、シーズン1のゲーム出てますのでもしまだ見てない方はシーズン1からもぜひご覧いただければと思いますがそして常松さんはい私も桜田さんと同じであのバスのゲームは多分気づけると思うので私もずっと桜田さんと一緒にバスの中でおしゃべりして時間を潰してたいなと思います私平野と違ってその体力戦のゲームができる気がしないので参加したくないのはまあ全部なんですけど。 ハートとスペードのゲームは絶対参加したくないです。はい。はい、ええー、続いて磯村さん。そうですね。あの、僕、水が怖いんで、あのシーズン1の時に。電球で、水がどんどん溜まって、で、あれは。ゲーム云々より、多分。 恐怖症でショック死するなって見てて思ったんで <laughs> 水系はちょっとやりたくないですねあとはやりたいです<ー>、はい、あとは全部やってみたいすごい一番積極的、うん、青柳さん本当に申し訳ないんですけど全部やりたくないですね <laughs> もう特にやりたくないのは本当一緒に水で僕犬かきしかできないんで <laughs> あの基本的にはそういうところはまあ兵士は恐怖症ですし まあ犬かきしかできない基本的にそういうのはやめてもらいたいなと思ってます <laughs> この質問意外な一面が見えますね、えー、そして中さんは私は参加したいというかねっ三好ちゃんがあの車最初もうカーアクションがすごいあれで始まるじゃないですかあれ乗っときたいなって感じですね <laughs> いや乗ってガンガン超楽しそうアトラクションじゃんと思って <laughs> あれめっちゃ楽しそうだったね。 いいなと思って見てたんですけど参加したくないゲームは「解けるやつ」「天秤っていう、はい、ちょっと今からね「うん」ーはい、うんっていうやつのちょっとね <laughs> あれはあの頭使うじゃないですか、うん、あれちょっと無理ですね何回見てもちょっと繰り返して見ましたもん私訳が分からなくてルールが分からなくてうんもう一回ちょっともう一回見ようっていうちょっと理解が難しかった。 はい。はい、ぜひ皆さんも何度か見てください。はい、はい。さあ、それでは突然ですが、ここから皆さんにゲームをしていただきます。皆さん、後ろのスクリーンをご覧ください。<だ>出ちゃいました。やだ。はい。やだと言っても始まります、えー。皆さんにやっていただくゲームは、指差しです。難易度、クラブの J。クラブといえば、チームの絆が必要となるバランス型のゲーム。<明>では、ルールの説明です。これから皆様に質問します。この人だと思う人を、 合図に合わせて、私は3、2、1と言いますので、合図に合わせて一斉に指さしてください。ご本人以外全員が同じ人を指せばゲームクリア。悩んだらなるべく同じ人に当たるように、みんなこの人指すんじゃないかな。はい,いいですか質問を出して、この人だなと思う人に指さしてください。全員が本人以外同じところに指させばクリアです。はい、では、1問目。 今の国が本当にあったら一番長生きしそうな人は誰？<え>さあ考えてください。一番長生きしそうですね。どうしよう。たとうかな俺。決まったら三人一で指差しです。ちょっと待って。はい。まあまあ、時間少だ。そう時間惜しいですよね。あのイベントが押しておりますので時間はございません。<laughs> <laughs> だから言ったじゃん目安の時間。<laughs> ント君がここは勘で長くしゃべるから今の国も厳しいですからねそんなに考えてる時間ないと思いますではいきますよ一番長生きそうな人321どうぞドンはい、えー、見ていきますちょっと待ってこれいいいえと土屋さんを指してる人は誰ですかああ,あ全員じゃないあ山崎さんは監督,です監督か、はいえー、そして磯村さんは 山山崎崎ささんんではも土屋さんが一番多いですね、じゃあちょっと代表して引っ込み事案と言っていた三好さん、な、はい、なぜびっくりしたあのなんかどう見ても完璧に生き残りそうだなっていうふうにやっぱその体力もありますしこんなに協力してくれる女神のような人はいないと思いますし、うん、で絶対こう、頭もこうフル回転できるタイプだと思うので。はいはい のチームに一人は絶対欲しい。はい。一番人気です。土屋さん。ありがとうございます。自身は。え、私ですか。私多分最後から五番目ぐらいに死ぬと思います。あ、私の理由。私も。みんな一番人気でどうですかって票票が集まりましたけども。嬉しいです。ちなみに山崎さん監督をさしましたけど。やっぱり監督なんで。 <laughs> こうもう全部、俯瞰で、すべてを経験値もとかやっぱり、豊富だと思うので、ええ、もう監督も,なんかもう作り側だよね、作ってるんじゃな黒幕、黒幕ライブの、どんな監督ですか、現場では監督は。いやもう本当に視野が広くて、器が大きくて <laughs>、はい、もう何でも受け入れてくれる監督です。うんはい、だそうですが。 いやそういうふりをしてないとやっぱりいけないかなと思って <laughs> 見かけ直し <laughs> 生き残れそうですか、監督は自分で。いや、無理ですね <laughs>、ええ、時間かけて解決方法考えてるんで、ええ、この短い時間ではちょっとね、無理だす、はい、今日も短くてすみません。はいええ、では第2問いきましょう 裏切りのハートのゲームが得意そうな人は誰これシーズン1ではかくれんぼシーズン2では独房など過酷な心理戦となるハートのゲームが得意なそうな人は誰かなというのを、まあ、みんなこの人選ぶんじゃないかなっていう全員が一致すればクリアですはい誰が一番ハートのゲームが得意そうかいいですかいきますよ考えている時間はございません321どうぞあわれたかえ ちょっと待ってください。これ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、磯村さんが、山崎さん。はい。あ、僕、タオちゃんです。あ、土屋さん、土屋さん、他に当ててる人。ひどくない。二票、二 <laughs> 票。えーえー、監督は磯村さん。んさんで、山崎さんも磯村さん。二、ね、票。え,ー、えっと、自分指して、青柳さん。<laughs> それはなしでお願いします。えー、自分以外ですから。 え票を重ねても、もう全一致してないで、あまり意味がないんですけれども。はい、磯村さんですね。中さんは朝日奈さんですか。あ、青柳さん、他に青柳さんが出てる人はいない。ということ、一番多いのは磯村さんになるのかな。ええ、と、三好さんは誰指してます。ええ、僕ですか。あ、二票、ほかに指してる方います。あ、じゃ、おな、あ、でも、三票、磯村さんですね。どうですか。一番得意そうですって。 心理性の <laughs> やったあと、ね、裏, <laughs> 裏切りが得意だから人を騙すような人ってことですもんね。<laughs> か<な>ってことですもんね。か<な>いろんな裏切りがある、ええ、でも裏切ってるからねギャップだって人を傷つけてるわけでしょ。<laughs> <laughs> なんか嬉しいですけどね、バンタもそういうようなゲーム得意なんでね、なんかそれはラッキーだなと思ってますけど、本当ですかえ磯村さん、最初シ誰でしたっけ、ごめんなさい、僕タオちゃんですなぜですかなんかあのゲーム得意だよね、う騙し合うさ、ゲームあるじゃない、人狼ゲームですそそそうううえ私、違う映画で一緒やりましたけど、一番最初に負けましたよ でもなんかねうまいのよ顔とかが僕はすごいうんだからちょっとそういうのあるかなと思ってちょっとはい裏切りありがとうございますありがとうございますえ私がリーサさんをちょっと選んだ理由言ってもいいですかはいもちろん待ってリーサさん私リーサさん俺も同じ本当じゃあ3票だよ同率ですねそしたら中さんもねリーサさんはその本当の裏切るじゃなくて想像めちゃくちゃ裏切る人であ人でっていうか方で <laughs> あの現場でもこうし考えてるのかなって思ったらすごくいきなりァーって言って楽しい話をし始めたりとか,かすごくギャップがあってとても引きつけられるそういう裏切りです。はいということで2問目も全員揃わずということでございましたでは3問目に参りましょう。 3問目、ゲームでバディを組むなら誰さあ、これは一致するかな全員、本人以外、揃えばクリアです。ね、自分は誰とバディを組むか、みんなは誰と組みたがってるかなではいきますよ、3、2、1、どうぞあ結構一致した、あ一致して、あしてないか。え、ちょっと待ってください、磯村さんって誰ですか 他は、えー、誰です。山崎さん手あげてる、あ、あててる人誰ですか。山崎さんに当ててる人、あ、二票かえ。え、土屋さんに当ててるのが、あ、一人、すみまん、二人、二票。えー、監督は誰ですか。青,青,青柳さん。青柳さん一票。<ー>え土屋さん、中さん、中さんが、三好さん、三好さん、が朝日奈さん。朝日奈さん誰ですか。磯 <laughs> 村さん。磯村さん。そして青柳さんは。<laughs> 監督、僕監督です。監督。超ばらけましたね。<う> これ、勝利、勝ち <laughs> ある意味綺麗にバディができた感じがしますよねあの、ゲーム的にはクリアじゃないですけど人的にはクリアですね、これね。片思いみたいな感じじゃないですか <laughs> 振り向いてくれないみたいな <laughs> そうですね、ここ全部 <laughs> 全員右に指さしてるって感じでしたけども <laughs>、えー、山崎さん、どうですか、組みたい理由は。いや、もうそうですね、たおちゃんかなと。ありがとうございます。はい まあすごく長年共演させてもらってますしアリスとウサギでも一緒にやってますしごめん健ント君、うんうん、そうなん振られた感じになっちゃいました、うん、ケント君も、はい、大丈夫大丈夫使わないで、はい、大丈夫大丈夫次でお願いしますはいありがとうありがとう <laughs> はいまた揃いませんでしたまだ時間ないということでゲームクリアできず じ次のチャンスにまた、ね、またやりましょう。ということで、残念ながらゲームはクリアできませんでした。赤い光は大丈夫ですね。来ません。はい。ということでございまして、えー、あっという間に時間も迫ってきましたけれども、キャストの皆様ではちょっとお立ちいただきまして、すいません。ずっと座ってて辛かったですよね。えー、いよいよ全世界190カ国以上の国や地域で配信となりました、今あの国のアリスシーズン2。ご覧になる世界中のお客様の皆様に向けてですね、えー、ご 意見をそしてメッセージをいただきたいと思うんですけども、えー、監督からお願いいたしますろいろあのネット上で情報出てますけども一切見ずにですね何も考えずに見ていただくと本当に面白いと思うんであのでぜひあの飛び込んでもらえればと思いますしあの本当にたくさんの方々に迎えられたというか期待,あの待ってもらっていた作品なのであの本当に多くの人に見てもらいたいと思っておりますはいいありがとうございます。 では本作主演のお二人にも聞いていきましょう土屋さんはいえー、っと本当に世界のいろいろな地域で、えー、平和への不安をふえ平和への不安が存在する今、えー、この作品を届ける意味を強く感じながら、えー、ここに立っております、えー、あのこの作品は刺激的なエンターテインメントであるということだけではなくて 原作者の麻生春先生はじめ、制作と撮影に関わる全ての方々の、あの、いろいろな平和への祈りが、えー、込められて、たくさん込められていると思います。あの、ネットフリックスという、あの、翼によって、その祈りが、あの、世界中、願わくば、未来にも、えー、届きますように、そして、 ぜひ感想ください、えー、心からお待ちしております本日は本当にありがとうございましたありがとうございますでは最後に本作の主人公アリス役を演じられました山崎さんより会場にいらっしゃる皆様そして全世界の配信をご覧になっている皆様にお願いしますはい、えー、もう本当にとにかくシーズン1よりもかなり全てがスケールアップしてまして 本当に見たこととないい映像のオンパレードだ思もう自分自身、本当にシーズン2が配信になることをすごく楽しみにしてたのでこれからどんなふうに広がっていくのか本当に楽しみです。 え本当にその映像だったりゲームの楽しさだけじゃなくて「この今のクリナリス」はその生きるってことだったり人生というものをすごく考えさせられる作品でもあると思うのでなんかあの見,て見た人が生きていく上でなんかこう少しでもこう何かを受け取ってもらって力強く生きていくものもなんか受け取ってもらえたらいいなと思ってます楽しんで見ていただきたいなと思います。はい よろししくお願いしますありがとうございましたはいどうもありがとうございましたネットフリックスシリーズ「今まの国のアリス」シーズン2は12月22日木曜日より全世界独占配信がスタートしておりますぜひ皆様ご覧くださいではキャストの皆様監督もカメラに向かって手を振ってお別れしたいと思いますどうもありがとうございました